はい、皆様こんにちは、こんばんは、テルテル百貨店テルカイザーです。はい、今日はね、超速でね、昨日発売しましたガンプラの、レビューになります。何を買ってきたかというとね、こちらになります。ハインドリーストルムになります。ね、これグラスレーシャーのね、モビルスーツになりますね。はい。で、イラストの方はこんな感じになっておりまして、ね、いつもだったらね、開封のところからやるんですけど、今日はもう早速作ってしまいましたので、まずね、この取扱説明書を説明させていただいて、それでね、ランナーの紹介、して、まあ、ランナーもね、もう、切り離して作っちゃったんでね、こちらの説明書に書いてあるね、こちらのランナーで、紹介しましてと、で、実際に作ったものをね、紹介したいんですけど、いつもね、私の動画で、まあ、タイトルにもなっている通りね、基本的には素組みで作っております。無塗装、無加工で作っていますんでね、出来栄えがね、どんな感じなのかというのを見ていただければなと思っております。じゃあ、まず箱の方をね、見ていきましょう。はい、ハインドリーストルムに関してはね、箱はこんな感じになっております。箱のね、イラストはいつもね、ガンプラは、かっこいいですけどね、まあ、今回もこんなイラストになっております。はい。で、今回の型番はね、22になります。もう水星の魔女もね、22商品目がね、出てますという感じですかね。はい。で、横にね、キットの説明が書いてあります。はい、こんな感じでね、武器と盾を持っているんですけど、こちらのモビルスーツの特徴としてはね、背中にね、はい、ビームキャノンみたいのがね、ついております。はい。で、これはね、背中のビームキャノンはね、これは、可動式になっております。で、あとは盾を持っておりまして、まあ、ビームサーベルと盾の、ね、感じで、で、あとは、この後ろのところにね、バックパックみたいのがね、ついておりますと、言った感じですね。はい。こちらにキットのイメージが書いてあります。こちらね、じゃあ、どんな感じのね、ランナー構成になってたかというご紹介になります。まずは説明書がね、こちらになっておりまして、裏面にね、イメージが書いてあります。はい。で、こちらのね、後ろにカラーガイドが書いてあります。基本的にはね、今回素組みで作って、感想としてはね、もう塗装いらないなと言った感じなんですけど、原作にね、こちらね、イラストに近い色合いにするんであれば、こちらの、ね、塗装をした方がいいかなと思います。はい、こちらがね、基本的にキットの可動になります。こんな感じでね、足の関節ね、腕の関節、あとは腰の周りとかもね、結構動きますので、こちらにね、書いてあるね、ね、ポーズは、基本的に取れるようになっております。はい。で、ランナーの構成になります。はい。今回ね、キットランナー少なくてですね、A パーツ、B パーツ、C パーツ、D パーツ、E2 パーツって形になります。あとはビームサーベルのね、クリアパーツになります。A パーツもね、これしかなくて、これ白い部分ですね。あとは、ちょっとね、ネズミ色っぽいね、グレーっぽいものが B パーツ、こんだけ。で、D パーツ、C パーツかな。C パーツのね、パープルがね、結構、パーツがいっぱいありました。で、D パーツはこれパープルのクリア、パーツになります。で、最後にね、E2 パーツに関しては、これは武器なんでね、これ、グレーになります。こちらの B パーツよりかは、濃いグレーになりますといった感じですね。あとシールもね、基本的にはこれしかついておりませんと。言った感じのランナー構成になっております。非常にパーツはね、少ない感じになっております。はい。で、毎度のことですけどね、キットに関してはこんな感じで作りやすく、できているんですけど、今回もね、まあ、今回もっていうかもうね、これから発売する、ハイグレードね、HG に関しては一緒だと思うんですけど、ポリキャップを基本的に使わなくて、こういったね、ボールジョイントね、プラスチックのボールジョイントになりますといった感じになります。はい、基本的にはもうこのままね、番号通り作っていただければ、作れるようなキットにはなっております。はい、じゃあもうね、作りましたので、見せていければなと思ってます。基本的には素組み、無塗装無加工で作っております。はい、キットに関してはこんな感じになっております。背中のね、
ビームキャノンは稼働になります。あとこちら縦もね、なんか稼働する感じでね、こちらこんな感じで、まあ、稼働しますといった感じになってますね。はい、縦に関してもシールドに関しても、ね、2色で色分けされております。武器に関してはねグレー1色になってますね。で、目のねところは、この動画撮影ではねピンク色に光ってますけど、これはねシールを使っております。あとは基本的に、ボディ肩両肩、両足ね、これはすべて素組みで、無塗装無加工で作っております。まあ、こんな感じでね、結構ね、色分けはされているので、申し分ないかなと思っておりますが、やっぱりちょっとこちらのねパッケージだともうちょっとね、パープル色が強いのかなって感じなので、ちょっとねこんな感じでこちらはね、パープルとグレーが強い感じになっているので、ちょっとこの辺はね塗装、してね、色をね変えた方が、まあ、原作に近くなるかなって感じですね。まあ、ただこっちのねあのアニメカラーだとね、このグレーとほとんど差はないんでね、まあ問題ないかなって感じですね。はい、で後ろになります。背中もね、こんな感じで、ね、プロペラントタンクみたいのがねついていて、これはね宇宙の機動性が強くしてあるんですかね。あとは背中のランドセルもね、こんな感じになっております。これはね、完全に可動式になってますね。で、こちらのビームサーベルもね、抜くことができます。一本だけビームサーベルがついております。で、あと後ろのね、足元部分もある程度色分けされております。こんな感じですね。で、今回ね、無塗装、無加工でやってるんで、素組みでやってるんで、こういうところね、やっぱりランナーからの切り離しの部分が、これ触ってもね、バリはついてないんですけど、やっぱり白くなってしまうんでね、こういったところは、やっぱりヤスリ掛けしてね、ある程度加工が必要かなと思ってます。まあ、今回素組みなんでね、結構ね、こんな感じで足のね、パープルのところがね、ランナーの切り離しがちょっと目立っちゃいますね。はい。それ以外のところはそんなにね、ランナーからの切り離し目立つとこないんですけど、やっぱり足回りね、パープルのところがちょっと目立つかなといった感じですね。結構ね、目立ちますよね。はい。そんな感じになっております。まあちょっと今回はね、パーツ数が少ないので、簡単にサクッと作ってしまいましたが、まあ完全にね、この丸いところもね、一部、シールは使っております。なのでね、これガンプラもね、基本的にシールを使ってもそんなにべったりね、包み込むようなシールはなくて、ほとんどこのね、目とかバーニアとか細かいところのね、シールしか使わないので、まあそういった意味ではね、問題ないのかなって感じですね。はい。まあ問題ないっていうのはね、まあ塗装しなくても、まあシールをね、ちょっとだけ補填して使えばね、問題ないかなって感じだと思います。はい、以上となります。基本的にね、あとは稼働領域につきましては、このね、パッケージにある通りね、両方の股関節、両膝、足首、あとは両肩と、あと手はね、全部動きます。あと腰もね、ある程度動かします。動かすことができます。で、顔に関してもね、首もね、二重関節になっているんで、こんな感じでね、上に向かすこともできます。はい、以上となります。こんな感じでね、私のガンプラにつきましては、素組みという形でね、無塗装無加工で作った場合に、どんな出来栄えになるかと、言った形になものをね紹介してますので、まあよろしければね、参考にしていただければなと思っております。ちょっとね、じゃあここで画像の方ね、写真の方差し込みます。はい、こんな感じでね、今後もね、写真を挟み込んで、ね、前から後ろから斜めね、前斜め後ろからの、画像を挟み込んでね、無塗装無加工の素組みで作った場合の、キットの出来栄えをねご紹介させていただきますので、よろしければね、今後も引き続き見ていただければなと思っております。以上となります。
今日は水星の魔女ガンプラのハインドリーシュトルムのご紹介をさせていただきました。てるてる百貨店てるカイザーでした。バイバイ。